吉田拓郎ラジオでないと。こんばんは、吉田拓郎です。この放送をですね、非常に多くの方が聞いてくださっているということがですね、ある橋内さん的な調査から分かりましてですね。で、それはもう詳しくは言いませんけど、1位らしいですね。とても素晴らしいことです。そんなに多くの人が聞いてくださってるってね、嬉しいじゃござんせんか。ござんせんか。ね。さて、皆さんもこの年代的にね、一度は体験したことがあろうかと思いますが、僕も学生時代、特に大学の頃は、この一色でしたが、バン、IB ね、ファッションの、バン、VAN ですね。だから、バンじゃなくて、バン。バンじゃなくて、バン、バン、バンなんですね、この、正式には。バンジャケット。石津健介さんたちが、起こされた会社なんですが、この、影響をやっぱり僕たちの年代はですね、学生時代にやっぱり来ましたからね。で、一色だったですね、大学はもう、僕の行ってる大学も。それから、広島フォーク村っていう集団がありましたが、そこにいる学生たちもみんな、バン派でしたね。だから、IB 派だったです。なんでこう、IB と呼んだかっていうと、ニューイングランド州のファッションをアメリカ東海岸名門大学グループ、IB リーグにちなんで、アメリカの東海岸名門大学グループっていうんだから、この IB リーグっていうか IB っていうのは、割と裕福な学生たちが、いた、ところなんで、その IB っていうファッションは、そもそも、割とこの、ブランドとしてはですね、IB っていうのは、まあ、裕福な人たちが着ていたもんだということなんですが、1960年代に銀座みゆき族っていうのが、みゆき通りに、銀座のみゆき通りに集まる若者たちがいたんですが、それをみゆき族と呼んでたそうですが、彼らも IB ファッションだったそうです。ということは、その若者たちも結構裕福な人たち、子供たちが多かったのかな、あの学生たちとかね。石津健介さんがですね、目指したのは、その、バンじゃない、バン。バンモードでファッションをやろうとしたんじゃなくて、日本人が世界水準、世界基準の洋服を着られるようにしたいと。ね、それまでの日本人のファッションっていうのはどうも世界基準じゃないじゃないか。世界基準の洋服を着られるようにしたい。つまり文化として日常の生活に密着した風俗を広めることをコンセプトとしてた。ということで、アメリカのファッション誌からインスパイアされた IB を打ち出していくという。だからまあこれ元を言うと、やっぱりちょっと裕福な学生たちの IB というのを、なので、最初はそういう狙いがあったのかもしれないですけど、日本ではね、その裕福とかなんとかっていうこと関係なく、一般の大学生たち、社会人たちに広まりましたからね、IB が。まあ当時ね、フォークグループっていう連中がいっぱいいたんだよ。ブラザーズ4とかね、キングストントリオとかね、日本でもね、いろいろいたいね、いろんなフォークグループがね、学生の、キャンパスフォークをやってる人たち、がみんなね、ほとんどね、IB だったです、ファッションが。あれ、やっぱりだから、アメリカの IB から来て、なんで、それ僕も知らないけど、アメリカのフォークグループって確かそういえば、ファッション IB だったな。彼らは裕福な、そういう学生たちが多かったのかな、フォークをやった。ボブ・ディランの登場によってすっかりファッションは様変わりするんだけどね。フォークソングってやつもね。なんかどっちかちょっとヒッピー風になっていくんだけど、それまではこう七三に髪の毛を分けて、で、ピチッとしたタイトなね、ピチッとしたジャケットを着て、アイビールックですよね。ズボンの先っぽもすごく細くなってて、で、下はちょっとこう、
ダブルになってる感じだったと思うんだな、IBU っていうのは。それで、靴はどっちかっつうと、メーカー言っちゃうかいいのかな。リーガルっていうメーカーの靴を履いて、IBルックっていうのはね、あれは割と裕福な学生たちが、着てたファッションだったのかな。だからアメリカから来て、それをまあ、石津さんたちが日本で広めたっていうことでしょうね。やっぱ細身のシルエットっていうのがね、こう。それね、僕ね、IB、すごい流行ってる時にね、僕ね、あまりファッションをね、広島時代ね、理解してなかったんですよ。で、バンを専門に売ってるね、店があったりして、そこ行くと、そう、入って行って出てくるともう、こう、IB ルックになってみんな学生たち出てくるんだけど、その、フォーク村にね、みんな、集まったりしてね、こう話したって、みんながね、IB ルックなんで、女の子も IB ルックだったような気がするんだけどね。それでね、僕はね、当時ね、ライバルで、ジュンっていうメーカーもね、後から出てきたんだよ。で、このジュンっていうね、ヨーロピアンなんとかっていうのだったと思うんだけど、これも僕はね、ここ子供心って、また学生心にね、捨てがたいファッションだっていう気持ちがあってさ、ある日ね、まあ僕はファッションのセンスなかったんだと思うんだけど、下はね、ジュンのスラックス履いて、上はバンジャケットを着て、そのフォークマラの集会に行ったんだよ。ね。そしたら、フォークマラの後輩のケイ君っていうやつがね、タクちゃん、いけんがね、そりゃって言って、広島弁で、タクちゃん、何しよるね、あんた、いけんがね、そりゃ、変じゃがね、あんたって言って、僕にね、咎めたんですけどね。その時にね、さすがにやっぱり、下が順で上がバンはいかんなと、僕ね、その時の写真まだ今でも持ってるんですけどね、いかんなと思ったんだけど、来た覚えがあるな。あの時代ね、ほとんどの大学生、学生がね、IBルックだった。なんか懐かしいな。まあ、ラジオ聞いてる皆さんの中にもね、IB をずっと着てたって人いるでしょう。さて、それからね、このファッションのことで、一つね、今日はね、おまけを、吉田拓郎的おまけですが、皆さんね、ラジオ聞いてる人たちで、まだジーンズをね、履いている人たち、いるかと思いますが、ジーンズはね、やっぱ永遠の青春ですから、僕なんかジーンズで始まった青春なんで、ジーンズ履けなくなったら俺はもうしまいだいっていうような気分はあるんですが、ジーンズはね、これあれですよ、吉田拓郎的ファッションセンスで言うんですが、ジーンズはね、皆さん気をつけなきゃいけないことをね、ちょっと僕が思ってるジーンズの、これはダメよっていうの。ね、今ね、ヴィンテージ加工をしたジーンズが流行ってるんですよ。だからね、ヒゲとかね、当たりって言ってね、この横にこう、引き古したような跡がついてる、横に線が入っているジーンズが結構ヴィンテージ加工されてるんです。だから本当のヴィンテージじゃなくて、加工された、ジーンズなんで、これをね、ある程度の年代のおっさん、おばさんは履かない方がいい。これはね、僕の持論です。僕も、履きません。ヒゲとか当たりって言うんですが、ああいうね、横にこう筋の入った、いかにも古い昔の着古したジーンズだなっていうふうに、人工的に加工してあるヴィンテージ風のジーンズっていうのが流行ってるんです。これをね、おっさんおばさんが履くとね、本当のおっさんおばさんになっちゃう。うん。それで、本当にね、ちょっとね、こう薄汚いおじさんおばさんになる可能性があるからね、ヴィンテージ格好のジーンズ履くんならね、履かないんならいいんですけどね、履くんだったらね、どちらかというと、いわゆる脱色してない、普通の紺色っていうかね、いわゆるインディゴブルーのジーンズか、もしくは、その、ワンウォッシュぐらい、一回か二回か洗って売ってあるぐらいのやつで、ヴィンテージ加工されてるやつをね、おじさんおばさんは履かない方がいい。それからね、さっきバンジャケットの話で、IB で思ったんですが、細身っていうのね、頃、IB ルックは、細身だったんですが、パンツもすごい細身だったんですけどもね、ジーンズもね、いろんなスタイルがありますけどね、おじさんおばさんになるとね、ストレートっていうね、レギュラーストレートっていうのはね、普通のストレートだとっていう言葉に惑わされて履いちゃ良くないと僕は思ってます。どちらかというと、スリムフィット、
スリムフィ、あのね、一番細いのは、なんつうの、スキニーっていうね、スキニーはダメだけど、スリムフィットぐらいはね、細いのを履いた方が若々しく見えますね。で、ストレートを履くとね、結構ダボっとして、おっさん臭く、おばさん臭くなっちゃうんです。ジーンズについてね、ちょっと、もうこの、今日はバンジャケットの話ですごい青春しちゃったからね、ちょっとジーンズの話をしましたが、今でも70歳過ぎてジーンズをずっと履いている吉田拓郎をラジオでないと。いつも楽しく聞いてますというラジオネームしじみ、私の年下の話、年下の話を聞いてくださいというんですね。もう40年ほど前の大晦日で、確か日本青年館ありましたね。日本青年館で拓郎さんのライブ招待がありました。招待ありました。拓郎さんは覚えてませんか。はがき1枚で2名入れる抽選に、私は幸せなことに当選し、私の周りに拓郎ファンがいなかったので、当日参加したい人にチケットをあげようと思って出かけていきました。すると会場のずっと手前でいきなり、拓郎ライブに行くんですか、チケット余っていませんかと、ある少年に声をかけられました。一緒にどうぞと言うと、彼はわあ、はるばる群馬から出てきたんですよ、出てきた甲斐がありましたと飛び上がって喜びました。なんと彼は私と同郷だったんです。そして隣同士で拓郎さんの歌を聴きながら大晦日を過ごします。あ、大晦日にやったやつね、ありましたね、テレビでやったやつだったんですかね、なんか、大晦日を過ごしました。一生の電車で帰りにすっかり意気投合して、その少年とその後お付き合いをしました。年下の少年とお付き合いしたんですか。しかし彼は6つも年下の学生で、私は OL でした。周りに大反対をされて、別れてしまいました。そしてその時に大反対をしていたのが今の主人です。面白い運命だね。その時そのね、若い6歳年下の男の子と付き合おうと思ってるのに、その時に猛反対した同僚っていうのが一人いて、その同僚が今の主人です。これややこしくない？なんか俺読んでてややこしい夫婦だなと思ったな。私は今でも一番心が通じたのはあの6歳年下の彼だったと思っているんですっていうな。ね、主人には内緒ですって書いてあるから読んじゃったけどね。ラジオネームしじみ、いや面白いな。それから、年下の女、年上の、年下の男、年上の女っていうので、ラジオネーム東の谷のしんちゃん、妻は私より6つ年上なんです。今度は6つ年上、妻がね、手のひらの上で私は踊らされている感があるんですが、その感覚がたまらないんです。年上とは思えない可愛らしさもあり、最高の女性なんです。もうベタ褒めですよ。6歳年上の奥さんに手のひらでね、今あのNHK で言ったらセゴドンのようにですね、西郷さんっていう人はね、本当なんか昔あの奥さんの手のひらで泳がされてたっていう、鹿児島の人たちにはね、そういう通説もあるぐらいですけどね、その手のひらで踊らされてる感じがあるんですが、その感覚がたまらなくいくて、そして年上とは思えない可愛さもあって、最高の女性なんです。まあ、のろけですね、しんちゃんいいね、6つ年上の。それからこれも、私は9歳年上の女性と付き合ってますっていうのは、海桜、ラジオネーム海桜でいいのかな、アキラ、私は9歳年上の女性と付き合ってます。年の差はあまり感じません。強くて優しくて大人なのが良いですね。年上の、あの女性と、年上の女性っていうのはどうですか、皆さん体験のスタッフの方々、私は年上の女性は安井和美とね、付き合ってはいませんけどもね、安井和美と何年かちょっとこうお酒を飲んだりする仲はありましたが、安井和美さんに恋心を抱いたことは正直言ってなかったですね。年上っていうことだけで僕はちょっと僕の中では NG なんですね。僕は古い男なんですよかね。年上の女性とのこううまくやってるあの夫婦っていうのはね、僕はあの知り合いでもいますけどもね、
すごくなんかそれはそれで新鮮なんでしょうね、あの年上っていうことがね。僕の心の中にはね、ちょっとそれがNG っていうか、年上の人に、あの例えば映画俳優で若尾彩子さんの大ファンで、若尾彩子さん好きだったんですけど、あまり若尾さん当たり前じゃないかっていう話も、お前何考えてんだよっていう、ね、俺自分で今喋りながら何考えてんだろうっていうのありますけどね。まあ年上の女性っていうのは、いいもんなんだっていうのがいっぱい来てましたけどね。それから今日の1曲目ですね。なんで手叩くんだろう僕はここでさ、なんでだろう。今日の1曲目ですけどもね、皆さんのフェイバリットソングを選びました。まずね、今日選ばれたのはラジオネームふむ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 が、私のフェイバリットソングはジプシーキングスのインスピレーションです。主人が時代劇が好きなのでよくテレビで見ているんですが、鬼平ハンカチョウっていうの、鬼平ハンカチョウを見るとき、俺こういうの見ないからよくわかんない、鬼平って読むんだ、鬼平じゃないのこれ、鬼平ハンカチョウを見るとき、あの平へい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 って書いて平平平平って読むの知ってる？へいっていう字を4つ並べて平平平平、鬼平何関係ない、鬼平ハンカチを見るときにエンディングでこの曲が流れてくるんだ。あ、そうなんですか。いつも感動します。時代劇なのにギターなんだけど、このドラマの切ないような物悲しいような内容にぴったり当てて、いつもジンとしてしまうっていう、この鬼平ハンカチのエンディングで流れるジプシーキングスのインスピレーション。これジプシーキングスっていうグループをね、僕も嫌いじゃないんですけどね、僕ねこのジプシーキングスをねパクってるんですよ。はい、正直な男ですね本当にね。ちょっとギターの鳥山にね、電話してね、おい鳥山はちょっとこの曲なジプシーキングスみたいにできねえかなって、って言うから、いやジプシーキングスやってみたいんでってこと、ああいうのやってみたいよってこと、やっていいんですかってこと、やってくれよってやったのを聞きましょう。吉田拓郎のボイス。そんな声なんだそうだけど、僕の声はセクシーだそうで、お酒を飲むと悩ましいらしい。しぐさが硬くなってくるってゴム風船みたいなのかな。僕のおっぱいは小豆みたいで、初めから硬い粒なんだ。いやー鳥山くんよくパクってるね、見事にジプシーキングスやってますけどもね。それでは、ラジオネームふむふむのリクエスト、ジプシーキングスのインスピレーション。Thank you.
お酒のね、日本酒の話をちょっとしてましたけどもね、たくさんやっぱラジオを聞いてる人たちは日本酒詳しいですね、皆さんね。で、日本酒等が多いんですかね。まあ、もうね、もうその自分のことを棚に上げて僕が言ってもなんですが、僕ももう、お酒そんな飲みませんしね。まあ、君たちもあまりもう飲まなくていいよ。なんだこの番組やと思うんですか。いや、もう飲まなくていいや、みんなね、そんなに。ああ、それから、その、まあ、日本酒についてね、いろいろ来てる中で、星気候はですね、辛口でトマトパスタとかイタリアンにも、このね、最近のやったテレビでもね、あなたの知らなかったイタリアンっていうのをずっと見てんだけどね、美味しそうにパスタをね、こう作ってるのが美味しそうだな、いろいろな、パスタの種類もいろいろあってね。で、この、星気候は、辛口でトマトパスタとかイタリアンに合うのはどんなものでしょうと尋ねると、自分の行きつけのね、居酒屋さんで料理長に聞いたら、立山純米吟醸っていうのがおすすめそうです。立山っていうんですか。お酒の名前ってなんでこうややこしい感じなの？これもそうだ。京都の、よっさん。京都のよっさんはですね、富山高岡の勝駒というお酒。勝駒でいいのかな？勝つ、駒が勝つって勝つんだけど。もうあれだね。将棋みたいな話。勝駒。高岡の勝駒というお酒が、僕は京都なんですが、富山の友達からこのお酒を勧められ、一口に飲んだ途端に、この味が忘れられなくなった。辛くもなく甘くもなく口に含んだ瞬間からフルーティーな味わい。フルーティーっていうところにはちょっとね、あ、勝ち駒って言うんだって。勝ち駒。ああ、勝ち駒ね。失礼しました。勝ち駒です。フルーティーっていうのはちょっと引っかかるな。俺はやっぱワインでもね、フルーティーっていうのは避けてんのよ。ちなみに前にも言ったかもしれないけどね、赤ワインなら、メルロー、ね、ワインがね、鳥山くんがギターの鳥山くん詳しいんですよ。高見沢もちょっと詳しいけどね、高見沢は味がよくわかってないっていう感じがするね。鳥山くんは本当に詳しくてね、で、鳥山にね、僕ハワイからもね、ハワイに僕ら行っててね、ハワイから電話したぐらい鳥山、レストランからね、鳥山は今、ハワイのレストランにいるんだけど、こういうワインがあるって言うんだけど、どれが俺合うんだって言ったら、その中でじゃあカベルネソービニオンっていうのを言ってくださいって、日本から電話で言ってくれてね、カベルネソービニオンっていう種類のワイン、ブドウの種類なんですけど、その中でやっぱ赤は、もう最近はね、メルローっていう種類のブドウを使ったワインが欲しい。白ワインだったら、ソービニオンブラン。ね。何を言ってんでしょう。何の話か。この番組何なんだって思うんですけどね。奈良、柿の葉のり子はですね、日本酒だったら絶対に池田の、また読めないんだけど、クレが春って書いて何て読むの？五春？クレ春。なんて、日本酒ってどうして読めないの？こうやって。池田の五春がおすすめです。ということなんですけどね。それから、ラジオネーム、五春でいいんだ。あ、ラジオネーム、まえちゃん。まえちゃんはね、若い頃はビールを何杯も飲みましたが、僕もそうでしたけどね、今では日本酒を冷やで味わってます。いろいろな味があります。個人的な好みは長野県の、遠藤酒造場の渓流朝絞りです。そう言われてもな。長野県の遠藤酒造場の渓流朝絞りっていうのを、近所で買うわけにいかないでしょう。そうないんじゃないですかね。ラジオネーム、クロード、クラウド、クラビト。ラジオネーム、クラビトは、北関東にある栄に35年勤務するクラビトですという人はですね、私のおすすめする日本酒は、やはり拓郎さんの青春時代を過ごした広島の酒、ウゴの月。雨の後の月と書いて、ウゴの月なんでしょうかね、読み方。ウゴの月ではないし、知りませんね、広島。広島は僕、カモヅルしか知らないですよ。ウゴの月ではないでしょうか。いろいろね、日本酒いろいろ教えてくれてますけど、今のところまあ、キザクラとテレビでやってるのしか俺知らないから、この間本当に寿司屋行って八海山っていうの初めて飲んで、うめえなこれね。先週も言いましたけど、2杯目を飲ませてくれませんでしたからね、横にいる人が。
その後ずっとお茶系になってしまいましたけどね。日本酒、まだいろいろ美味しい日本酒があったら教えてください。今週のベストテイクはですね、ちょっと僕が自分で歌ってる曲じゃなくて、僕が人に作った曲っていうのも選んでみました。まあこれからこういうのもちょっと時々選ん、まあこの間ね、雪を選びましたけどね、こういうのもやってみようかなと思ってます。あれなんだっけ、モップスのたどり着いたらいつも雨降りなんかもちょっと取り上げてみたいなとか思ったりするんですが、今日はですね、キャンディーズの優しい役も取り上げてみました。これまあレコーディングがね、多分ね、僕のいろんな人に曲を作って、アイドルの曲も作ったし、いろんな、森進一さんの曲やら、まあ、いろんな曲をいろんな人に提供しましたが、おそらく僕のレコーディングにこう、携わった中では、最も楽しかったレコーディング。一番僕がこう、なんかもう、なんつうんだろうな、かかりっきりでやったレコーディングっていうのは、このキャンディーズだったような気がするんですけども、まあ、それは、ひとえに三人が可愛くて、いい子だったからっていうことで、はあるんですが、その、ね、楽曲に対する思い入れもすごく、なんか強かったような気がしてですね。全体の、バンドのアレンジは、まがいのこうじさんが、例によってですね、まがいのこうじさんにはいっぱいお世話になったんですが、彼のアレンジ大好きなんですけども、彼にやってもらってですね、まがいのこうじさんがやってもらったんです。後で、その出来上がった、カラオケを、オケを聞いてですね、なんかもう一つなんか加えたいなと思った時に、僕がちょっとアイディアでですね、オルガンの、ちょっと B3 っていうハモンドオルガンをフィーチャーしてみたいと思って、僕がじきじきにですね、今は亡くなっちゃいましたけど、羽田健太郎っていうね、羽根健って僕らスタジオで、彼のこと、羽田健太郎のこと呼んでたんですが、羽根健って呼んでたんですが、羽根健を呼んで、ちょっとさ、これB3 でさ、ちょっとブルージーな感じのさ、こうなんかソウルフルな感じの、そういうなんか、コード進行があと E マイナーって G マイナーかな一発だから、これなんかこういうずっと基本のリズムがあるから、その後ろで、ブルージーな感じで、オルガンの、アドリブっていうのをかましてくんねえかなとか言って頼んで、ただ、羽田健太郎が、これをこう、ちょっとそういうブルージーな雰囲気でやってくれた。これがもうこの曲にバッチリ合ってですね、すごいいい雰囲気になって、で、僕、キャンディーズの曲とか他のやっぱりアルバムとかをね、たくさん出しましたか、キャンディーズ。だからそれら全部送ってきてくれたので、いろんな他の人が作った曲やら、他のヒット曲もいろいろ聞いてますけども、僕、優しい悪魔っていう曲が一番キャンディーズなんかこう、いい。僕は自分で作っておいて自画自賛ですが、いいと思うんです。僕はね、この曲はすごくハマってたと思うし、いいなと思うんですけどもね。で、まあ、ボーカルの、入れるときに3人、夜中だったんですけどもね、3人と4人で、ね、僕入れて、もうとにかく僕のこう、ギター弾きながら、一人一人に、もうそのパート、ハーモニーのパートを全部歌ってあげて、で、聴かしてあげて、こうやって、じゃあこれ、ミキちゃんここだよって、はい、わー、デビュー、こういうパートを教えてあげて、はい、ランちゃんここね、とか、一人一人にパートを教えてあげて、その通りに、この通りやれば絶対大丈夫だから。で、タクローさんのデモテープ聞いたんだけど、あれもうあんな難しくてできませんとか、まだ、そうな、そういう意味で言うと、キャンディーズもまだ音楽的にはそんなに、なんて言うんだろうな、アイドルだからね、そんな高い、レベルのものっていう感じはなかったのかもしれないけど、僕のデモテープをよく聞いててくれたらしくて、それで、そのデモテープでやってた僕のハーモニーを全部一人一人に聞かせて、一人一人に歌ってあげて、一人一人にこう、手取り足取りっていう感じでやったレコーディングが、まあ、夜遅くなってるとはいえ、若い女の子3人とか、可愛い女の子3人だから、それは楽しいに決まってるわなって言われればそれまでなんだけど、なんかすごいやる気あったなーっていう印象が今ですね、思い出としてあるんですよ。でも3人がね、また一生懸命で本当になんか真剣に一生懸命取り組んでくれるんで、なんかやりがいもありましたし、スタジオのそのレコーディングしてる雰囲気がね、もう何とも言えず楽しかったっていうの。で、なんか後日ね、一番最初に振り付けができた時に振り付けを見せてくれて、ああ、そんなふうな振り付けでやるんだっていうのね、見せてもらって、いいねとか思って、ヒットするといいななんて思ったのを覚えてますけどもね。それでまあ、
全部が全、相当時間がかかりましたけども、ボーカル入れるのね、あのハーモニー作り上げるのにかかりましたけども、最後に僕も一番最後の、優しい悪魔、優しい悪魔、っていうところに俺の声が入ってるんですけどね。入れちゃって。それで、その後に、一番オープニングのところに、ちょっとなんかこう、悪魔が来るっていう感じの足音とか入れてみるのいいんじゃないのって僕思いつきで、誰かのディレクターの革靴借りて、あの、スタジオの床をトントン叩いて、こういうの入れた、そういうなんかね、やることなすことがね、前向きで楽しかった。まあ、そういうなんか前向きに楽しく、やらせてくれたのはキャンディーズの3人の存在が大きかったっていうのは言えると思いますけどもね、懐かしみながら聞いてみたいと思います。キャンディーズ優しい悪魔。今週のマイフェイバリットソング、
今週のマイフェイバリットソングはですね、ボブ・ディラン再び、以前ね、I want you だったですね、選びました。今日はですね、映画の曲中で歌われてるんですけどもね、この映画をちょっとね、最近再び、まあこれもう2、3回見てたんですが、またやってたんで、またちょっともう一回見てみようと思ったら、中でね、ボブ・ディランっていう言葉が出てきて、このセリフの中に、そうだったんだ、見落としてたなと思ったんですが、ハリケーンっていう映画が、ザ・ハリケーンっていう映画なんて、ボクシングの映画なんですけど、実在の人物でですね、無実の殺人の罪を着せられて、投獄されたアメリカの黒人ボクサー、ルービン・ハリケーン・カーターという人の物語を映画化した、映画があったんですけども、これはデンゼル・ワシントンですね、あの黒人スター俳優のデンゼル・ワシントンがまあ演じてたんですが、デンゼル・ワシントンという映画はね、結構もうクソ真面目な人ですからね、なんとなくだからクソ真面目な感じの映画だなっていう感じはあるんですけども、このハリケーンっていう映画はなかなか好演してるなっていう感じと、それとこのストーリーが非常になんか素晴らしくてですね、実際にこの無実の罪で投獄されてたわけで、その無実の罪に対して当時はですね、モハメド・アリとかですね、ボブ・ディランも参加したらしいんですが、デモを、ね、抗議を行ってたそうです。そのことが映画の中で描かれててびっくりしまして、あ、モハメド・アリっていうのは分かるけど、ボブ・ディランもやっぱりこういうのやっぱりこう、いわゆる抗議してたんだなっていうのか、それでこの曲歌ったのかなと思ったんですけどもね、ボブ・ディランやモハメド・アリなんかもういろんな支持者がですね、無実の支持者がこのデモや抗議を行ったそうですが、ある黒人の少年をですね、大学に、その子を大学に行かせるために3人のカナダ人がですね、引き取るところからストーリーが始まるんですけども、この少年を引き取ってこのカナダ人たちが大学行かせるために勉強させたりして育てるわけなんですが、この少年がですね、獄中にいる、その監獄にいるハリケーン、ルービンがとですね、手紙のやり取りをするようになるんですよ。で、この手紙のやり取りをするうちに、このルービン・カーターというボクサーの、まあ、閉ざされてた心がですね、徐々に開いていって、どうせ俺はもう、この差別の中で死んでいくんだよ、どうせこの監獄から出れないんだと思ってたところ、この少年の心がですね、手紙が、やや、その閉ざされてるこの心を開いていくという。で、ある日、この三人の、少年を育ててる三人のカナダ人と少年四人がですね、このルービン・カーターの無実を信じる、そしてこの無実を晴らすまでは、こうしようっていうんで、このルービン・カーターが、この、投獄されてる刑務所のすぐそばに引っ越してくるんです。このすごいことだなと思うんですが、引っ越してきて、刑務所のすぐそばで、無実の解放運動を、広げるという、やっていくという。これやはりこの、根深いところでですね、人種差別の問題が横たわっているんですが、このカナダ人たちが、まあ必死で事件の真相を探り始めるわけで、一体その当時の、この事件を扱った警察の捜査は正しかったのかと。不正はなかったの。警察の捜査に不正はなかったのかっていうことが、まあ20年近く、投獄生活、監獄生活を送る間に、ありとあらゆる恐怖を味わっているこのルービン・カーターが、一体、これから自由になれるのか。で、1985年に、ついにその再審の扉が開かれて、再審が始まって。まあ、この結末は言いませんけどもね、まあ、まあ映画だからね、こういう結末にしてほしいなっていうところには落ち着いてくれるんだけど、この少年と、それから三人のカナダ人たちの、努力っていうか、によって、このハリケーン、ルービン・ハリケーン・カーターが、まあ、なんて言うんだろうな、閉ざさせる心がね、こう開けていくっていう過程が、デンゼル・ワシントンによって、見事に演じられてて、そして、この中で、ボブ・ディランが歌う、この、ザ・ハリケーンという曲が、ハリケーンという曲が流れるんですが、これが、まあ、非常にマッチしてて、いい感じだな。再び、見たび、よたび見直してみて、この映画よくできたなと思いました。今日は、ボブ・ディラン、ハリケーン。引っ越しについてですね、関してですね、ゆりえさんという方が、私は東京生まれ、東京育ちなんですが、
ある時期転勤で地方のある町に引っ越した時に人間関係の距離の取り方に戸惑いました。東京ではあまりお隣さんやご近所付き合いなどなかったんですが、地方行くと畑でジャガイモが取れたから食べてといった親切が当たり前になってきます。これはありがたかったんですけども、あれ車買い替えたのあんたとか、この間夕方の6時まで洗濯物干しっぱなしだったけどどうしたのとか、我が家の様子を細かくチェックしてくるんです。気を使っていただくのはありがたいんですが、都会暮らしに慣れていたせいか、私は田舎の距離感にやや息苦しさも感じました。そうですね、同感です。僕もね、初め東京来た時にはね、マンションに住んでても隣近所の人と全然顔を見合わせても、お辞儀する、軽く会釈するぐらいで、こんにちはとも言わないとかいう、顔を合わせてもろくに挨拶しないっていう感じが、都会っていうとこは冷てえなと思ってね、最初のうちは。でこういうのがやっぱり東京っていうのかなと思ってたんですが、時間が経つとですね、実はこの感覚の方が心地よく感じるんですよ、逆にね。それでたまに広島とか田舎に帰るとですね、今度はこの親しすぎる、ちょっと近くにいすぎる感じがあって、近すぎる関係っていうのがややこの面倒くさく思えるようになって、なんかもう年に一回広島帰るのが面倒くさいなっていうふうにだんだん思うようになったですね。僕も東京来た時、最初は東京って嫌なとこだなと思ったんだけど、今正直言うけど、今この距離感の方が僕は嬉しいですね。だから今ローカルに行って、広島とかで暮らせるかったら、多分僕はもう暮らせないと思うんだけども、そういう都会とローカルとの距離感ね、ご近所との距離感というのは、ゆりやさん、私も同感ですけどもね。さて、メッセージの新テーマ、皆さんからのハガキの新テーマ、あだ名と名前ね、僕が土手かぼちゃっていうあだ名があったという話しましたけども、皆さんにはあだ名とかついたことはないんでしょうか。あだ名、それか友人のユニークなニックネームなんかがありましたら教えてください。なんでそんなあだ名になっちゃったんだろうっていうようなこともね、書いてください。それから、絶賛募集中の、洋楽リクエスト、どこでその曲に出会ったのか、どういうところにグッときたかっていうのを書いて送ってください。メールアドレスは ty@1242.com ty@1242.com、 はがきは郵便番号 100-8439、 日本放送吉田拓郎ラジオでないとの係です。吉田拓郎でした。